文京区立森外記念館は森外の急遽跡地に建てられた記念博物館。外の遺品、関連資料の収蔵、整理、展示を図り、文字との出会いだけでなく、文学と人と町とが広く交流する場となることを目指し2012年に開館した。ここでは、原稿、書簡、遺品などの外関連資料、生前発行の基調書、外研究資料、 文京区ゆかりの文学作品、文学者の資料を収集し、王外の遺品資料を約3000点、三難、類の急増資料を約6000点、貴重賞を含む図書資料を約1万1000点、所蔵している。建物は2階が図書室と講座室、1階が受付、ショップ、カフェ、庭園となっており、地下に展示室と映像コーナーがある。 地下に展示室と収蔵庫を設けたのは、高温庫室であり、災害時の炎症や、水損を避けやすくするためである。この建物は、陶器文夫が設計し、これにより陶器は、第55回、b c s 賞、日本芸術院賞、日本建築学会作品選賞を受賞した。王外が辿った深い試作の痕跡に出会う、語りかけるような、静かな凛とした建築にしたいと思いました。 当期文みおもり王外は団子坂の上にあたるこの地に1892年から亡くなる1922年まで家族と共に住み2階から品川沖が見えたことから館長楼と名付けていた王外の没後は借家となり失火と繊細で建物は消失した1949年に国立博物館館長の高橋誠一郎が 王外記念館準備会を設立して寄付を募り、1950年に館長老跡は記念公園となり都市席とされた。1951年から1961年までは王外の三男の類が大幹音通り側で書店、千田書房を開いていた。王外生誕100周年にあたる1962年、王外記念室を併設した文京区立。 王外記念本郷図書館が谷口義郎の設計によりこの地で竣工、開館した。2006年に図書館は近隣地へ文京区立本郷図書館として移転し、記念室は本郷図書館、王外記念室となったが、遺品資料の保存環境改善のため2008年に改築が決まり、2012年に現在の建物が竣工、開館した。ありがとうございます。